100日エニアグラム理解するシーズン2、今回はタイプ5の茂木健一郎さんです。図ではここにします。最近ではもう SNS を中心に大活躍されてるんですけども、なんでこれほど言うなれば一サラリーマンなんですよね。ソニーの研究所の研究員で一サラリーマンなのに、こんなにこの知名度っていうかタレントパワーがあるのかって、若い人多分ご存じないと思うんですけども、プロフェッショナル仕事の流儀って、NHK の番組があってですね、昔この MC やられてたんですよ。でこのかっちょいいその、スタジオっていうかセットの中でですね、その時の、ゲストの方を呼んで、トークをすると、そこで鋭い質問といろいろ質問されて、すごく博識っていうかな、すごく知識なり思考力なりが高いっていうのは、みんな見ればわかると思うんですけども、それ以上にですね、やっぱりオーラなんですよね。このやっぱり内にこもったオーラ、独特のタイプ5のオーラなんですよ。でその昔そのプロフェッショナル仕事の流儀をよく見てて、私がその頃からずっとタイプ5なんだろうなと思ってずっと観察してました。で活躍は SNS に移ってますけども、それでもやっぱりタイプ5の素質十分ですよね。まとめです。タイプ5の脳科学者茂木健一郎さん、脳科学者という肩書き自体もちょっと怪しいですけども、学歴もすごいし、その素質たるや十二分にあると思います。それよりも何よりもやっぱオーラがタイプ5だと思います。